おお、ここは景色のいいところだな。ちょっと立ち寄っていくか。おやお、かわいいワンちゃんがいるぞ。案内してくれるって？どれどれ？右側が恵比寿岩で、左側が大黒岩なんだって？なるほど。僕ちゃん、今日はありがとう。さようなら。亀山から6キロ、関宿です。昔は鈴鹿の関と言われていて、近江の逢坂の関、美濃の不破の関と共に三関と言われて、交通の要所だったんだ。ここは本陣の中ですよ。まだ夜が明けきっていません。朝薄暗い中で大名の一行が忙しそうに動き回っていますね。本陣ってのは大名さんの泊まる旅籠で格式が高かったんだ。のんびりと旅を楽しめなかったんだな。早立ちって朝早くに出発しなければならないもんね。朝寝坊の僕には無理だね。とは言っても一度本陣の中を覗いてみたいと思ってたんだ。そんで今朝は超早起きしたよ。へえ、妖怪くんたちも早立ちの手伝いしてんだな。お小遣いいくらもらえるの？そうじゃないって、人間様がいなくなったところで妖怪パーティーを開くのか。そりゃあ僕もぜひ参加させてください。肩に乗せてるぞ。なんだろうね。ちょっとお尋ねします。それって何ですか？あの恵比寿岩から掘り出したんだって？ひょっとしたら大昔に住んでいた恐竜だよね。高く売れるぞ。よっしゃ、俺ちも掘ってみるか。あの岩だよね。坂の下宿です。関宿から向かうと長く険しい山道が1キロほど続いて27箇所もカーブがあったそうです。この坂道の下にあった宿場なんで坂の下宿って言ったんだ。目の前に素晴らしい景色が広がっていますね。筆捨て山には岩の間から滝が幾筋も流れ落ちて、枝ぶりの良い松の木が生えているよ。元は岩根山って言うんだけど、昔の有名な画家加納元信さんがあまりの美しさに絵もかけないって
筆を捨てたんだって？いや、絶景？絶景？素晴らしい眺めだよ。旅の疲れも吹っ飛んだ。僕は杖を捨てちゃうかな。ここで団子でも食べて。ゆっくりしよう。ちょいと、ちょいと、せっかくの景色が台無しだぞ。そっか、妖怪くんたちは退屈してんだね。旅人を驚かすのが何とも言えないんだろうな。このお店は何を売ってるのか？私にはよくわかりません。多分入れ物に入ってるのは色からして黒糖、黒砂糖と思います。あの女の人は壺をどこに置くか迷ってるんだね。うろうろしてるあなたは男ですか？女ですか？まあ、どっちでもいいけど、お飾りを作ってるんだね。水口塾です。ここの宿場は一年中土壌汁を出していたことで知られているんだ。かんぴょうは下野、栃木県が有名な産地ですが、下野から来たお殿様がこの地に広め特産物にしたと言われています。晴れ上がった青空が一面に広がっています。今がかんぴょう作りの最盛期のようですね。おばさんやお姉ちゃんが一生懸命働いてるぞ。ちなみにかんぴょうは夕顔の実を削って乾燥させたものですよ。巻き寿司の中に入ってるよね。いや、今日は暑いな。前を行くおじさん、服脱いで。僕も、おいを肩に担ぐか。おお、なんか、急に涼しくなってきたぞ。こら、大事なかんぴょうの材料で遊ぶな。食べ物粗末にすると罰当たるぞ。まったく困った妖怪くんたちだ。暑さでイライラしてんのかな。